ガチエリアのマンタマリアということで、今回はプライムシューター別注を使っていきたいと思います。プライムシューターで結構ね塗れないイメージがあると思うんですけれども、まあ、実際は塗り意識がねないからそういうことになってしまうと思うんですよね。そういうプライムシューターが塗れないから、まあ、塗らなくてええやんみたいな、なんかそういう思考回路であるから塗れないのであって、塗り意識を高めることによって極限まで塗りを高めていくっていう、まあ、今回はそういう塗るプライムシューターというのをコンセプトにやっていくんだけど、まあまあ、インク効率がそもそも悪いと、で塗ることもできないからスペシャルもたまらないみたいな、そういうね負のイメージが多すぎるんだけど、負のイメージが多すぎるんだけど、実際はまあ、塗れない武器ながらもある程度塗ることはできるんで、ちょっとそこら辺はね今回ちょっと頑張ってねお見せできたらいいなと思ってますけどもね。というのも、まあ、とりあえず塗りを塗りをとりあえずやめないっていうのが大事で、いかなる時でもこうやって打ち続けて塗り続けることっていうのは大事なんですよね。あいつ、オッケー、今のでかいで、こうやって常に足を止めずに塗ることが大事。もうだからバイトとかでもよくあるじゃないですか。だからもう常にもう働き続けることが大事だと。何もね暇な時間が、何も仕事がないことなんかないと、常にやることはあるんだということが、まあバイトではよく言われてると思うんですけども、まあ、それと一緒ですね。本当に常にやることを探し続けるっていう感じで、常にひたすら襟を塗り続けることで塗り意識っていうのを高めていくんですよ。まあ、これが本当に重要だから。あーもうそのナイス球高すぎて当たんねえよそれお前。ちょっと待って、思ったよりなんか近いところにナイス球持ってきやがった。こいつしっかりハマったわナイス球に。さあここはちょっと味方にジャンプしていくことでとりあえず前線を高めていくんですけれども、チャージャーがちょっと怖いですね。チャージャーじゃねえや、なんだ、何回だお前。チャージャーは味方やったわ。チャージャーが怖いって言ったけどチャージャー味方だった。さあ相手2枚落ちてる。ここはエリアちょっと取りたいところではあるけど、上のダイナモバシャバシャがちょっと気に食わないんで、ナイス球で一回どかします。あいつ邪魔なんで、ナイス球ってきやがったこいつ。分かり手だなあいつ。しかも刺さったわ、なんか刺さった。それ足が遅いから食らってしまう。やってくれ。やれないか。やばい、これリードされるな、これ完全に今のはちょっとリードされる流れになってしまってるからまずいですね。まあちょっとのリードはまあ仕方ないとして、いかにリードを抑えるかっていう、リードのカウントをいかに抑えるかっていうので、立ち回ってこう、頑張ろう。危ねえそれ。ないやれるしょ、さすがにやれるしょ。 OKOKOK 43ね、43だったら全然大丈夫。さあボム投げます。まずボム投げると、でボム投げて、もうお前さ、お前ガロンなんだからもっと射程短くあれよお前は。それか弾ぶれて俺に当たるな。いやこれ取りてえな、エリアこれ取りてえけど、ちょっと待って、本当にそういうのやめてほしい。やばいぞ。いやこれ取られるなこれ。くっそ、今の取れなかったらいつ思うんだよ。今ので俺たちエリア取れなかったらさ、いつ俺たちエリア取ることができるんだい。さあここナイス様を果敢に打っていくよ。くらえ。これエリア取るナイス様です。これはちなみに、切るんじゃなくてエリアを取るためのナイス様。はい、やっていく。 OKOKOK。 さあ56と28ダブルスコアつけられていくけど、とりあえずエリア取ることで成功したんで、ぬるマジでぬる。このゲームは本当にぬるゲームだから、塗らなくていい時なんかないんだよね。基本的にはずっと塗り続けることが大事なんですよ。こうやって塗りを制圧することによって敵を侵略を防ぐっていうことにつながるからね。お前とか本当分かってっからな、俺お前の居場所とか全然分かっちゃうからね。これ当たってるけど塗りが、塗り。オッケー。ハンコ来て。やばい。ちょっとちょっと一回引くわ。いや塗る。俺エリア管理するわ。プライムシューターだけど俺エリア管理するわ。プライムシューターだから、プライムシューターだからってエリア管理 しなくていいってことにならないからね。お前はキル武器なんだからキルしに行けよみたいな思われがちだけど、プライムシューターでもエリア管理できるんですよ。とりあえずこれナイス球を切って、とか味方が強いよ、普通に。これ味方が普通に強いかもしれない。普通に味方が強いだけの試合だったのかもしれない。うま、俺のナイス球。さあすっかりと塗り武器となってしまったプライムシューター別注を使って今回も、マンタマリアのガチエリアをやっていくんですけれども、まあ塗り続けることが大事って言ったけど、その根底にあるのは生き続けろと、生存することが大事だってのが根底にあるわけですよね。というのも死んでしまうとね、デスしてしまうと結局塗ることもできないし何もできないんだけども、
生き続けることによって塗り続けるっていうことにつながってくるので、僕が結局何が言いたいかって言ったら、生き続けることが大事ですよって、どんな立ち回りをするにおいても生き続けることが大事だということを、まあ、伝えたかったわけなんで、まあ、今回も頑張って、生き続けようと思います。生き続けるプライムシューターとして頑張っていこうかなと思ってますけど、今やべ、あーまなかったら死んでたんだよな。普通に死にかけてたけど大丈夫だこれ。大丈夫だったのか分かんないけど、普通にアーマーに助けられていく。さあ、ここはエリアを確保できたんで、しっかりと立ち回っていきたい。さあ、ちょっとこの汚れたところはちゃんと俺が塗り直してあげるから安心しなさい。どっかに敵いるのか、なんだ、みんなしてそっち見てるけど、どっかに敵がいるのか。あそこのチャージャーどかしたいな。あー、どかないね。お前、雨を投げてくんじゃないお前。どかないね。あー、ちょっとインクがないんで、一回回復して。どけ。極シャル倒すぞ、お前。よし。で、エリアもしかも取れている。まだ味方が3人になっちゃったけど。大丈夫か。まあ、とりあえず塗り続けるか。とりあえず塗り続けることで、しっかりと敵に脅威を与えていく。あっと、危ないか。大丈夫か。ボムラッシュか、あれ。なんだ。ボムラッシュじゃないか。大丈夫か。ボムラッシュとか強引にエリア取られるのはマジで勘弁な。あーっと待って、まずいよ。あー、生きてる。この足元塗りのスキルがあれば生きることができる。オッケー。ナイス様ね。しっかりナイス様ここ。あー、ちょっとやばい。これ、ちょっと待って。もうみんなして、なんだみんなしてさ。元気いっぱいか、お前ら。おい、やっと。2もやってる。うぅ、今のはボムコロンするのが正解だったかもしれない。今みたいな対面は、ワンチャンにかけてスプラッシュボムを足元に転がすだけで、ワンチャン相打ちに持っていくってこともできるんで、まあ、今のはちょっとそれがやるのが正解だったかもしれない。まあ、プライムシューターで結構ボムいってまあプライムって結構ね、ボム投げるの難しいんですよね。インク管理がかなり難しい武器だから、ボム投げたくてもね、インクがすっからかんでボム投げられませんでしたってパターンがめちゃくちゃ多いと思うんで、まあ、その辺はちょっと難しいんだけども、まあ、インク管理が上手くなればボムを投げることもできると。いい相打ちか今の。あ、ナイス。やり3落ちしていく。この3落ち、あ、全落ちだ。この前後じゃでかすぎるぞ、これ。さ、味方にジャンプしていくかな、果敢に味方にジャンプしていって、もうここで蹴りつけたいっすね、正直。正直言ってもう蹴りをつけたい。この戦いに終止符を打ちたい。絶対こっから来るからな。ボム投げといてやるから、じゃあ。いたわ。あいついたよ。いた。あいつ絶対いたわ。あいつ絶対こっから、あ、やばい。なんだ。やったけど、死ぬ。アップに生きてる。やったけど生きてる。アップねー。やっぱ生きるって素晴らしいっすね。生きてるって素晴らしいっすね。ちょっと上から、なんだ、マジ上から撃つのほんと反則だからやめてもらっていいっすか、ほんと。俺上から撃ってないじゃん、さっきから全然上から撃ってないのにさ。なんで敵は上からこうやって撃ってくるのができるんだい。ずるいぞ、お前ら。いや、味方が死んだ。いや、これはナイス様。割られるもんなら割ってみろよ。なんだと、お前。逃げやがったな、あいつ。逃げんのだけはうめえな、お前。やりたい。やらせろ。オッケー。あ、いや、オッケーじゃない。ノットオッケー。オッケー。やって、やったけどやられていく。てか、やったけどやられていくが多すぎていく。さあ、立体音形抜かれていく。こいつマジでどうにかしないとちょっと、きついな。真ん中の、なんか柱みたいなのがあったから、なんとかリッターから避けながらさ、立ち回れたけど、ちょっと、本当リッターはマジどうにかしないと、俺たちに明るい未来はないぞ、これ。とりあえず塗り続けるか。インクがない。とりあえず塗る。まあ、これ、ちょっとまあ、取られるのはしょうがないんだけど。いや、終始優勢ではあるからね。いや、ちょっと待って。これ、ごめん。それはね、無理だ。雨フラッシュがあるせいで、今のは無理だった。苦しいよ、絶対。オッケー。なんか前全く見えなかったけど。うわ、危ねえ。なんとか勝つぞ。さあ、ここはナイス玉で、リッターを引かせるか。はい、ここね、リッター、多分刺さると思うんだよね。すべて見えてんだよな、お前の逃げるところが。お前の逃げるところを考えることが全て分かってしまっているんだよね、残念ながら。ああいうナイス玉ってのはやっぱね、敵の逃げ先に撃つのが一番刺さるんで、しっかりと敵の動きを予測しながら撃つことが大事であるというふうに、私は言っておきたいですけれども、ちょっとリッターマジで、ほんと頼むよ、ほんともういいよ。もう、前線したから、もう来なくていいです、皆さん、ほんと。もうやめてください。もう必要ないです、もう。もう取れ高十分だから、もうほんとやめて。本当もう俺を寝させて、寝か、もう本当、やべ、インクもなければ、死ぬ、頼む、うわー、着地かれない。いや、マジか、それ、いや、マジで、ちょっと待って、ナイス玉打てたの、感じだね。ちょっと待って、あれは、ちょっと刺さらない、刺さった。いや、でも俺もナイス玉じゃなくて、マルチミサイルもらってしまう。大丈夫か、これ、取られたら、ちょっとめんどくさいよ。お、ナイスやり、味方に、勝ったか、オッケー。
さあスメシーワールドのガチエリアということで今回もプライムシューター別注を使っていくんですけれども、まあ、さっきのねあのちょっと試合を見てもらったら分かるんですが、まあ、塗りポイントがやっぱり結構やっぱプライムシューターにしては俺高い方だと思ってるんで、まあ、やっぱこの足を止めないでひたすら塗り続けるって行為がかなり重要になってくるっていうのが分かったと思うんですけれども、まあ、あのどんなステージであれをそれを貫いていくことで、あのもう塗り武器のね塗り武器になっていく、最終的にプライムシューターが切る武器ではなく塗り武器になっていくっていう、塗り武器への昇格を目指して今回頑張っていこうかなと思ってますけれど、プライムシューターって塗り武器じゃんみたいな、もうそんぐらい言われてもいいぐらいの、ね、レベルになっていこうかなと思ってて、とりあえずナイス様、とりあえずナイス様、とりあえずナイス様、あそこ狙うわ、あそこ、あの着地を狙っていく。え、当たんなかった今の。なんだと。受け身かなんかで逃げたのか。受け身なんかいたか、受け身なんかいたか、相手に。相手に受け身なんかいないよな。いない。相手に受け身がいないのに、なぜ俺のナイス玉が外れたのか、よく理解しがたい。理解しかねる。理解しかねるけれども、とりあえず塗り続けよう。ボンベもね、あの、全然余裕があったら投げることで、やっぱ塗りというのはね、あー、危ない、これは。これもナイス玉じゃなくて、マルチミサイルはしっかり受けた方がいい。1枚刺さっていく。あーっと、下に入られちゃったのはまずいか。これ。うわー、それあれか。それお前あれか、それお前なんだっけ、スフィアか。あー、オッケーオッケー、2枚やったのでかすぎる。さあこれ塗り武器である若葉とフロが残ってくれてることによって塗りを高めていきたいと思ったけど、2枚ともやられていく。エリア取れるかと思ったけど取れなかった。ちょっとここは仕方ないから俺がナイス玉を貯める時間になってしまったけど、ちょっとこのマルチミサイル代わりに避けてからにしようかな。華麗に避け回してきて、さあナイス玉打ちます。ここはエリア狭いからワンチャンナイス玉エリアに投げれば取れるんじゃないかこれで。雨降らしも来たんで味方の、それと相まってやってくる。ああ、ボムあったならボムあったって言えよ、お前は。ちょっとリードされてしまったけど仕方ないっすね。とりあえず、右側にあのスピニアいるから、ちょっと、あれ、ノーチラス。当たんねえか。やべ、絶対いるうわ。ちょっとここは落ち着いていきたいですね。まあ、ペナルティ減っちゃうんだけど、ね、右側にいるな。寿司、あ、オッケー、寿司やったのでかすぎる。着実に塗りながらあの前に出ていく。一気に、あ、オッケー、一気に前に出るんじゃなくて、着実にちょっとずつ前に出ることによって、侵略していく敵よ。敵地を侵略していく。ちょっとやめろ。そのスフィアマジやめろ。反則。あ、一発あった、ごめん、一発あったけど、ナイスやり。いや、ごめん、俺がやりきれなかったせいで味方が一枚死んだ。うーわ、危ない。それ危ないよ、やっぱりやめてほしい。ジェットスイーパーか。ジェットスイーパーっぽいですね。ジェットスイーパーめちゃくちゃ俺のこと見てるけど、大丈夫か、こいつ。好きなんか、お前。おい、あーもう、じゃあ、もう全然届かん。くっそ、届きそうで届かん。邪魔しやがって、あの野郎。さあ、ここはナイス玉溜まりそうだから、もう一回ナイス玉を打ち込んでいくか。奥目にね、ナイス玉は奥目に投げるのが、まあ、鉄則というか、まあ、正しい使い方ですよね。いやー、まあ、あれはちょっと深追いしない方がいいね。まあ、あれ、ほっといちゃいけないんだよ、ああいうのってほっといちゃいけないんだけど、あんま深追いしてもね、射程的には勝てないんで、ちょっとあれは分が悪すぎる。あ、危ねえ、お前。無駄悪すぎるから一回ここ引いてエリアを見に行った方がいい。であいつが持ってきたタイミングでどっかの誰かがやってくれることを信じるわ。これがたぎったり基本案というやつなんですけども、さあ塗ってく、さあ塗りをやめるな、いいか、塗りをやめるな。あーってインクがなくなってしまう。大して塗れてねえのにインクがなくなる男。いや武器、あーここでナイス様打っていく。さあ本日何度目のナイス様か分かんないけど、とりあえず奥に目に投げることによって敵を引かしていく。でボム投げて、あーまだ取れねえか、どんだけエリア取れねえんだ。やりたい。やれないの。顔出してこい、お前。顔貸せよ、おい。あいつ、あー、マジか、あいつ分かってんな。あいつ分かり手だな。ナイスナイス、エリア取れたんでかすぎる。ちょっとあのノーチ、うぜえから俺が見るわ。いるっしょ、絶対。違うな、あれ、上にいるんだ。分かった。だから、上にいるから右手がちょっとあんま登んない方がいいかもしれない。狙撃される可能性があるから。とりあえずこの辺にいて、ちょっとエリア管理ね。ちょっとこれ敵倒しに行かないと多分エリア取っても、うざい。エリア取っても取られるんだよな、これ。スプラシューターにやられていく。さあ、9番ボンピッチャーナイス。9番ボンピッチャー初じゃないか、本日。そんなことないか。打つの待ってたよ、お前、そういうスペシャルを。俺のナイス玉じゃ取り切れねえからさ、どうしても。さすがに、オッケー。さすがに今のやらないと。まずい。あー、インク切れたし、なんかいたし。あー、それはやばい。ナイスやり。さあ、2対2だ。チャージアウトフロー。フローが塗って、あー、オッケー、でかい、その、この残り20秒で、まくれる可能性があると全然。これちょっともう行くわ。行くしかない、これは。あー、相打ちになってしまう。まあ、でもナイス相打ちなんじゃないか、これは。オッケー、相手2枚でしょ。で、待って、この、
ジェットスリー、あーオッケーオッケー、でかい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 、いけるいけるんじゃないかこれ。いけるいけるいけるよ、いける可能性あるよ、全然全然いけるよ、全然いけるよ、落ち着けば全然いけるよ。あと5秒あと5秒あと5秒、いけるいけるいけるいけます、いけますいけますいけます、はい、いけました。